なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読、チャンネルにもよろしくお願いします。クモですが、何か29、進化してもやることは同じ。30、新しいスキルを得よう、朗読を始めます。クモですが、何か29、進化してもやることは同じ。第1獲物発見。エルロオフロック、レベル5、ステータスの鑑定に失敗しました。もはや見慣れたカエル。けど、レベルが今まで見たやつの中で一番高いな。進化して私の能力値がどのくらい変わったのか、試してみたい気もする。進化っていうくらいだから強くなってるとは思うんだけど。でもな、レベルも1に下がってるんだよね。今まで上げた分のレベル補正がそのままならいいんだけど、もしレベル1相当に減ってるんだとしたら危ないよね。まあ、多分そんなことはないと思うんだけど、ゲームによってはそういうシステムもあるからな。一時的に弱体化するけど、育て直せば進化前より強くなる的な。やり込み系のゲームとしては間違ってないけど、現実でそれやられると結構死活問題だな。多分大丈夫だとは思うけど、ここは安全策で行こう。少しでも不安があるなら無謀なことはすべきじゃない。自分の命がかかってることだし、慎重に慎重を重ねていこう。すすすと壁を登っていく。そのまま天井にまで行き、逆さまになって進んでいく。カエルの真上まで来たところで糸を使って体を固定。それとは別の糸を出して、前足に小さな網を作っていく。準備完了。糸をカエルの方に垂らして、そこを伝っていく。3、2、1、5。手に持った網をカエルにかぶせるように、頭上から吸収する。カエルは避ける間もなく網に囚われ、網と同時にカエルの上に覆いかぶさった私が、さらに追加の糸をその体に吹きかける。カエルの身動きが完全にできなくなった状態で、網越しにガブ。我ながら鮮やかな狩りですな。そろそろアサシンを名乗ってもいいかもしれぬ。この糸と牙から逃れられるとは思うなよ。ああ、とりあえず仕留めたカエルをいただこう。いただきます。しかしあれだね。進化してもやること変わってないっていうね。当初の目標だった実践経験を積むっていうのも、こうなっちゃうと霞んでる気がする。だって、ここいらの魔物って大体私より格上なんだもんよ。まともにやり合ったら命がいくつあっても足りないわけよ。もう少し適正レベルってやつを考えちゃくれませんかね。奇襲からの暗殺コンボはめっちゃ上手くなったけどさ。けど、巣作ってたら奇襲する機会はないし、そうなると巣を突破してきた相手とやり合う力をつけるっていう、最初の目的からは外れてる気がする。いやいや、進化したし、レベル上がるし、元のステータス上がればそれだけ有利だし、今までの行動無駄じゃないし、そういうことにしとこうし。危うく私のここら辺の活躍が無意味になるとこだったわ。危ない危ない。しかし、現実問題、いつまでも奇襲に頼りっぱなしっていうのは危ないよな。マイホームを失ったのも、マイホームの力を過信してた部分があるからな。ここらで一つ、何かもう一つ武器になる何かの開発をしときたい。と言っても、すぐ思いつくようなら苦労はないんだけどね。パッと思いつくのだと、やっぱ効果不明の下道魔法かな。こいつさえ使えるようになれば新しい戦術が開拓できるかもしれないのに、使い方がわからない。人間だったら人捨てに使い方を教わるとかできたのかな。まあ、そんな過程の話をしても仕方ないんだけど、全部自分で解決しなきゃならないっていうのは、楽なこともあるけど面倒なこともあるな。無駄に人付き合いしなくていいのは楽だけど、こういう自分一人じゃどうしようもないことに直面すると面倒だな。どっちにしろこの姿じゃ、人間と交流を持つことなんてできないだろうけどね。私喋れないし、念話とかがあったらそれもできなくはないのかな。そういえば、レベル10になったことだし、そろそろスキルポイントも溜まってきてるんじゃないか。
1レベル10ポイントのスキルポイントが溜まってるって仮定すれば100ポイントになってるはず。100ポイントで鑑定が取得できたんだし、そろそろ新しいスキルが獲得できるかもしれない。というわけで天の声、仮、さーん、スキル取れない。現在所持スキルポイントは200です。スキル、念話レベル1をスキルポイント100使用して取得可能です。取得しますか？おお、本当に取得可能なのか？うん。って言っても現状念話なんかとっても使い道ないし、これは却下で。けど、200ポイントも溜まってたのか。ということは、1レベルにつき20ずつポイントが溜まってたわけだ。ああ、それじゃ6レベルになった時になんかスキル取れたってことじゃん。鑑定のこともあるから、取った直後は使い物にならないだろうけど、地道にコツコツスキルレベル上げていれば、今頃使えるようになってたかもしれない。これはちょっともったいないことしたかも。うん。いや、待て待て。ちょっともう少し記憶をよく思い出してみよう。私、6レベルの時にも確かなんかスキル獲得できないか試したよね。あれ？その時はポイント不足ですって言われなかったっけ？うん。あれか、考えられる理由としては、レベルの高さによって獲得できるポイントが増えるパターンと、進化によって増えたパターンと、どっちもありえるけど、今更検証のしようもないしな。とりあえずポイントが増えた理由については置いておこう。30、新しいスキルを得よう。さて、スキルポイントが増えたからには新しいスキルを獲得したい。けど、これはかなり慎重にやらないとまずい。鑑定のこともあるし、安易にこれって決めて取っちゃうと、その後後悔するのが目に見えてる。とりあえず、ここは思考に集中したいから、安全を確保してからゆっくり考えよう。食べ終わったカエルの残骸を無視して簡易ホームをちゃちゃっと作る。もはや簡易ホームくらいなら片手間で作れるくらいに手慣れた。よし、これで集中できる。まずは取っちゃいけないスキルから。外道魔法の例もあるし、魔法系は全部やめた方がいい。取ったとしても使い方がわからなくて使えないってパターンが目に見える。同じ感じで、名前だけでどういう効果があるのかいまいちよくわからないスキルは全部除外。次に取っちゃいけないのは、自力で取得できそうなスキル。今までの経験をもとに考えると、スキルにはそれぞれ熟練度がある。この熟練度を一定まで貯めるとスキルのレベルが上がる。それはレベル1未満の状態でも加算されていて、規定値に達すると新たにスキルを取得できるんだと思う。今まで私がこの方法で取得したスキルは全部耐性系だから、もしかしたら耐性系のスキルだけの特徴かもしれないけど、自力で取得できるのなら、わざわざスキルポイントを払ってまで取る必要はない。そう考えると、鑑定を取ったのはあながち間違いじゃなかったと思う。だって鑑定なんてどうやればゼロから熟練度が上がるのかわかんないし。それに、魔法と違って使い方がすぐにわかったのも、今考えるとすごく良かった。散々使えない使えないと言ってきたけど、鑑定は稀に見る当たりスキルだったかもしれない。そこら辺を考えた上で、私が取得すべきスキルは、使い方がわかり、かつ、自力では取得が困難だと思われるスキル。なかなかに条件が厳しい気がする。そもそもスキルの名称だけで、効果もわからないまま取得するっていうのが怖すぎるシステムなのよ。その名称にしたって頑張って天の声、仮、に問い合わせ続けて判明させなきゃならないし。前にも試したけど、スキルポイントを消費してスキルを得る場合、該当するスキル名を取得したいと天の声、仮、に申請しないといけない。その名称のスキルがある場合、天の声、仮、は反応してくれるけど、そんな名前のスキルがない場合は沈黙して何の反応もしてくれない。だから、そのスキルがあるかどうかはそうやって地道に天の声、仮、に問い合わせなければならない。暇な時にちょくちょく問い合わせをしてたから、一応ある程度のスキル名は判明してる。その中から条件に合った、使えそうなスキルを取ろうと思う。候補は5つ。毒爪。ミサオイト。HP 自動回復。SP 消費感は。探知。毒爪とミサオイトは、元ある私のスキルを強化するためのものだ。
毒爪は毒牙と同じように使える爪バージョン。ミサオ糸はクモ糸をより効率よく使いこなすための補助スキル。問題があるとすれば、毒爪は取得直後は毒牙よりだいぶ弱いだろうこと。ミサオ糸は使い方がわかるかどうか微妙なところ。 HT 自動回復と SP 消費緩和は完全な補助スキル。効果も多分名前の通りだろうし、あればかなり便利だと思う。最後の探知はかなり冒険になる。やっぱりダンジョンの中で生きる上で奇襲対策はしておきたい。そのためのスキルなんだけど、私が求めてる効果がこのスキルにあるのか微妙だし、使い方がわかるかどうかも微妙なライン。このスキルを取るのはある仕掛けになると思う。他にも欲しいスキルはあったんだけど、実利を取ったらこのラインナップになった。さすがに自分の命がかかった状況でまでロマンを追求しようとは思わなかった。あとは欲しいけどスキルポイントが明らかに足りないものとか、不死とか、どう考えても必要スキルポイントの桁が違うよね。迷う。結局新たな戦術の開発というよりは今までの戦術の強化に主眼がいっちゃってる。まあそれも下手なスキルに手を出して痛い目を見ないようにするには仕方ないんだけどね。そういうわけでとりあえず HP 自動回復は候補から外そうと思う。だって私の場合 HP 減るイコール死ぬ可能性大だし、この先もアサシンスタイルを貫いていくからには HP が減るような事態になっちゃいけないのよ。そうなると残り4つの中から2つどうするかな。デメリットがないって意味じゃ SP 消費緩和なんだけどね。無難すぎるっていう感じもするし、毒爪はあれば戦術の幅が広がるだろうけど、スキルレベル上げるのが大変そうだな。ミサオ糸は使えれば大いに役立つだろうけど、もし使えなかった場合ダメージが大きい。探知なんてもっと博打だし。よし、決めた。現在所持スキルポイントは200です。スキルミサオ糸レベル1をスキルポイント100使用して取得可能です。取得しますか？イエス。ミサオ糸レベル1を取得しました。残りスキルポイント100です。現在所持スキルポイントは100です。スキル探知レベル1をスキルポイント100使用して取得可能です。取得しますか？イエス。探知レベル1を取得しました。残りスキルポイント0です。ミサオ糸と探知を取得した。自分の命がかかってるところで冒険はしないとか言っといて、博打要素の強い2つを選んじまったぜ。ああ、私ギャンブルやるには向かいてないかも。とにかく取っちゃったもんはしょうがない。この2つが使えることを祈ろう。もし使えなかったら泣く。雲の目に涙が出るのかはわかんないけど。次回は雲ですが、何か S3 ファンタジー31新しいスキルを得たぞ。高評価チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。